9月4日に SM エンタテインメントからデビューしたばかりの7人組ボーイズグループ RIIZE。 そのメンバーである WONBIN、ウォンビンが少女漫画から飛び出したようなビジュアル、嘘みたいに綺麗と SNS 上でたびたび話題になっている。美容大国としても知られる韓国の芸能オーディションをくぐり抜けた美男美女が百花繚乱の系ポッチーンだが、その中でもとりわけ美貌だけでも大きな注目を集めるメンバーが存在する。今回は昨今話題になっている RIIZE、WONBIN を筆頭にビジュアルをきっかけにバズった系ポップアイドルたちにフォーカスしていきたい。まずはじめに紹介したいのが冒頭でも取り上げた RIIZE の WONBIN だ。彼が所属する SM エンタテインメントといえば、韓国の三大芸能事務所の一つで、歌やダンスの実力はもちろん、一目見て引きつけられるような正統派な美しさを持ったメンバーが多く所属している印象がある。WONBIN もその例外ではなく、デビュー前にティーザー写真や映像が公開された時から、長髪がよく似合うアンニュイなルックスが大衆の視線をかくっている。まだ新人であり、しかも RIIZE の中でもとりわけデビュー前の露出が少なかったメンバーであるにもかかわらず、デビューして以降絶大な人気を誇っており、SNS 上では毎日のように彼を称賛するような投稿を見かける。そんな WONBIN だが、彼の魅力はもちろんその美しい外見だけではない。公式プロフィールによると、特にはギター演奏とパフォーマンスであるとのことなのだが、RIIZE の公式インスタグラムに投稿されているメンバーの SHOTARO、翔太郎と共に振り付けを担当したパフォーマンス動画や彼のギターソロ演奏の動画からもその腕前の凄さがわかる。歌って踊ることが多い系、ポップアイドルだが、もしかしたらキンキンステージの上でギターをかき鳴らす彼の姿を見ることができるかもしれない。人々を引きつけるビジュアルに加えて、パフォーマンスや楽器なども得意といい、うまさに天に二物も三物も与えられた彼のこれからに期待したい。8月から日本四大ドームツアーを開催しているストレイキッズ。そのメンバーである HYUNJIN、ヒョンジンは、切れ長の目が特徴の中性的な美しさと、ステージ上でのワイルドでカリスマ性あふれる姿で人気を集めている。特に、MV 再生回数4億回というグループ初の快挙を達成した大ヒット曲、God S メニューで、ロングヘアにイメチェンした時は大きな話題になった。また、最近では9月12日、現地時間にアメリカニュージャージー州で開催された音楽授賞式、2023MTV ビデオミュージックアウォードズに参加した際にも注目の的に。この日、ストレイキッズはベスト系、ポップ部門で受賞し、S。クラスのパフォーマンスを披露。HYUNJIN は、長い髪を揺え、刈り上げが引き立つヘアスタイルで登場し、受賞スピーチでは胸元が大きく開いた黒スーツ、ステージではノースリーブのかっちりしたワイルドな衣装をまとまっていた。その時の様子が SNS で拡散され、あの刈り上げの彼は誰？と話題になっていた。そんな HYUNJIN だが、実はとても努力家であることでも知られている。JYP エンターテインメントの練習生になったばかりの頃は、ダンスも歌も未経験で、そして、君は顔がいいからデビューできるねと言われた悔しさから猛練習したのだそう。また、彼らのデビューを追ったサバイバルオーディション番組、ストレイ・キッズでは、ラップする時のヌメ舌の悪さを指摘されていたこともあったが、そんな彼が今ではグループのメインダンサーとリードラッパーを担うまでになったのは血のにじむような努力があってのことだろう。華麗な外見のうちに秘めたストイックさを持つ HYUNJIN。 そんな彼が系ポップ第4世代のボーイズアイドルの中でもひときわ高い人気を獲得しているのには納得できるものがある。そして同じく系ポップ第4世代の中でビジュアルが注目されている存在といえば IVEWONYOUNG ボニョンは外せないだろう。愛らしい顔立ちと173cmで9頭身という抜群のプロポーションを持つ WONYOUNG は、世界的ブランド、MIUMIU のアンバサダーや、韓国の化粧品ブランド、イーズフリーのモデルを務めている。彼女にとって最初のデビューを飾った IZ-1 を輩出したオーディション番組、プロデュース48では、練習生が選ぶ、ビジュアルセンターの4位となり、IVE として2度目のデビューを果たしている。また、
ドラマ化もされた韓国の人気漫画、女神降臨の作者がヒロインを描く際に WONYOUNG を参考にしていると語ったり、お菓子のチョコビの箱を持って撮った写真に対して、チョコビより顔が小さいと話題になったりなど、その美貌にまつわるエピソードは数知れず、K、ポップアイドルの中にはチッケムやファンによって撮られた写真がバズるメンバーがいるが、彼女の場合はそういったバズを数えきれないほど経験してきた印象だ。もはや美女の代名詞にもなりつつある WONYOUNG だが、彼女はプロ意識が高いことでも知られている。昨年10月に、MIUMIU のファッションショーに参加した際には同ブランドの CEO に自らプレゼントを手渡ししたり、今年4月にリリースした IVE のファーストアルバムタイトル曲、IAM の MV 撮影で7針縫うほどの大怪我をしたにもかかわらず撮影をやり遂げた話は有名だ。そんなプロ意識の高さについて、雑誌、コスモポリタン、韓国版のインタビューでは、私の名前が残るものは完璧にやり遂げたいんです。それらは私の一部なのでと語っている。まだ10代とは思えないほどの覚悟が決まっている発言だ。彼女が広く愛されるのには、美しさに加えて、そういった常に最高の自分を見せようとする心意気もあるのだろう。今年8月に、グループ初の東京ドーム公演を実現し、日本でもさらに人気が高まっているエスペー。メンバーのカリナ、カリナとウィンター。ウィンターは、ボア、少女時代、TAEYEON、テヨン、HYOYEON、ヒョヨン、レッドベルベット SEULGI、スルギ、WENDY、ウェンディーも含む派生ユニット、ゴッドザビートとして活動していることでも知られている。そして、昨年1月にそのゴッドザビートが音楽番組でパフォーマンスした際に、ウィンターが可愛すぎる。と話題に、この日、ウィンターはアニメキャラクターのようなツインのお団子ヘアに、人形のような整った目鼻立ちを際立たせるメイクで登場し、その完成度の高いビジュアルに加え、パフォーマンス前に見せた愛嬌たっぷりの姿が注目を集めた。ウィンターといえば、グループではリードボーカルとリードダンサーを担っており、彼女の突き抜けるような高音や安定したパフォーマンスが数々のエスペーの楽曲やステージを彩っている。また、パフォーマンスで見せている強気でガールクラッシュな姿とは裏腹に、実はメンバー一シャイな性格であることでも知られている。キュートなルックスに加え、実力の高さやギャップまで兼ね備えているウィンター。これから、彼女がまたどんな魅力を新たに見せてくれるのか楽しみだ。昨年、ストレイキッズと同じ JYP エンターテインメントからデビューした NMIXX。メンバーの SULLYON、ソリュンは、清純な美しさを持つことで知られており、K、ポップ第4世代を代表するビジュアルクイーン、すべての瞬間が奇跡の一枚という呼び名を持つ。また、SM、JYP、YG という三大事務所のオーディションすべてに合格した逸話も。そんな彼女は、NMIXX のデビュー曲、O のチッケムで見せた姿が、まるで CG のような美しさと話題になった。それだけでなく、抜群の歌唱力を持ち、可憐な外見からは想像できないパワフルな歌声にも引きつけられる。また、IVEWNYOUNG やエスペーカリナなど同世代のガールズグループと共演した際に、ついつい見とれてしまったり、メイク中にうたた寝しているところを動画に撮られてしまったりなど、素直で天然な魅力も持ち合わせている。改めてこうした例から、圧倒的な美貌とそこから想像できないようなギャップを持ち合わせていることが人気を集める鉄則なのだとわかるだろう。そのビジュアルが話題になることも多い系、ポップアイドルたち。しかし、彼女らの魅力はそれだけではない。デビューに向けて努力を重ね、高いパフォーマンス力を持ち、親しみやすいキャラクターも兼ね備えているメンバーばかりだ。美しいだけではない、メンバーの活躍がこれからも楽しみだ。